日産、バネット日産、NV200 バネット NV200 バネットは、日産自動車により製造、販売される、ライト版およびミニ版である。バネットシリーズ通算5代目の車種。世界戦略車で、日本とマレーシアでは、NV200 バネット、インドとインドネシアでは、エバリア、南アフリカでは、NV200 コンビ、それ以外の地域では、NV200 の車名で販売される。 また、GM にも OEM 供給され、シボレーシテ t エクスプレスの名で販売されていた。2007年の東京モーターショーに出展されたコンセプトカーである NV200 のデザインをもとに開発された版で商用の4ナンバー車だけでなく、7人乗りワゴンタイプの5ナンバー車も設定される。日本国内は1978年より販売されているバネット版の後継に、初代、 バネットから5代目として2009年5月に投入され、4WD 車やディーゼル車は松田から OEM 供給を受ける S21 型バネット版が継続販売されていた。2017年6月に S21 型バネット版が販売終了となったこともあり、2018年1月に版に 4WD 車が追加設定された。欧州市場においては、 キュビスターの後継者として販売され、欧州日産の商用車ラインアップのエントリーモデルとなる。ミニバンのセレナをデザインした倉岡光一がチーフデザイナーを務めた。側面の窓周辺は滑らかで、フラッシュサーフェイス化のために開閉式のリアサイドウィンドウもプラグ式を採用している。過失に窓がないルートンでも凹凸は少ない。2009年秋に NV200 の名称で、 欧州で2010年6月に中国市場で発売された。2012年2月8日にシカゴオートショーで北米向けの NV200 コンパクトカーゴバンが発表された。北米使用者は外観と車体寸法が異なり、カーゴバン乗車定員が5人のイエローキャブ専用車ともに3分割グリルを装着する。ホイールハーブボルトが5本となってタイヤサイズは 日本仕様よりも若干大型化されている。ボディサイズも一回り拡大され、全長 4729mm、全幅 1730mm、全高 1867mm となっており、日本国内向け版に比べ 330mm、35mm、12mm それぞれ大きく、ホイールベースも 2926mm で 201mm 長い。 2012年8月10日にロンドンタクシー仕様のロンドン市内での実証試験を発表し、2014年1月に新型車を発表した。この車両は既存モデルと異なり、ロンドンタクシー電灯の丸型二等式前消灯と独立グリルを採用した。しかしながら2017年、ロンドン交通局の新基準により、電気自動車として一度の充電で、 最低30マイルを走行できる車両であることという要件が追加され、その基準に合わせる場合に費用面で折り合いがつかなかったため、日産自動車はロンドンタクシーへの導入を断念した。2014年からセドリック営業車の後継モデルとして、日本でもタクシー用車種として発売を開始したが、2021年3月に生産が終了した。日本市場向けは、 日産車体湘南工場で、欧州市場向けは、スペインバルセロナの日産元オルイベリカで、中国市場向けは、京州日産2社、第2工場で、インド市場向けは、チェーン内金庫オラガダムにある、ルノー、日産アライアンスの工場で、北米市場向けは、メキシコ日産自動車会社クエルナバカ工場で、それぞれ製造が行われる。 しぼれシテ t エクスプレス日本では2011年10月27日から三菱自動車工業にデリカ D3 及び5代目デリカ版として OEM 供給されていた外観上ではエンブレムフロントバンパー及びグリルがベース車と異なる2019年4月販売を終了したアメリカ合衆国とカナダではゼネラルモーターズに OEM 供給され シボレーシティエクスプレスとして、シボレーのディーラー網で販売が行われた。外観上では、エンブレム、ヘッドランプ、エンジンフード、フロントバンパー、フロントグリルがベース車と異なる。2013年5月、2014年秋からの発売が発表され、2014年10月から出荷が開始された。2018年2月、生産を終了した。インドでは、 日産の合弁パートナーのアショックレイランドからスタイルとして販売された。外観上はエンブレム、ヘッドライト、ボンネットフード、フロントバンパー、グリル、テールライトがベース車と異なる。2013年7月に発表され、同年9月頃の発売を予定しているとした。10月8日に発売を開始、2015年に販売を終了した。エンジンはシムケッチによって異なる。 日本使用者は 1.6LHR16、手型ガソリンエンジンのみを搭載し、4速、AT 及び5速 MT が組み合わせられる。インドネシア使用者は 1.5LHR15、手型ガソリンエンジンとなる。欧州使用者は、ルノー製の 1.5LK9K 型ディーゼルエンジンも、搭載され、5速 MT のみが組み合わせられる。インド使用者は、 K9K 型ディーゼルと5速 MT の組み合わせのみ、中国使用者は HR16 で型エンジンと5速 MT を組み合わせたモデルのみがラインアップされる。北米使用者は 2.0LMR20 で型ガ,ガソリンエンジンが搭載され、エクストロニック CVT が組み合わせられる。プラットフォームは B プラットフォームが採用され、前輪駆動の採用と後輪サスペンションの簡素化により、 低床化がなされた。サスペンションスプリングは乗り心地に優れるテーパードモノリーフで、リア側をベルリンアイとして高さを抑えて、バネの暴れを防いでいる。過失内へのリアホイールハウスの張り出しは緊張で、ホイールハウス間は 1220mm で、欧州規格の 12800mm パレットが収まる。2018年1月に、 バンに追加設定された 4WD 車は、路面状況や車速に応じて、後輪のトルク配分を制御する、オートトルクコントロール 4WD システムを採用し、リアサスペンションは、凹凸した路面での安定走行を可能にするため、マルチリンク式に変更されている。常用モデルについては、大荷重を想定していないため、リアサスペンションが専用チューンとなり、バネ、ダンパーもより、ソフトとなり、 その代わり、リアスタビライザーが追加されている。欧州仕様については高速指向の専用チューンとなり、前後にスタビライザーが追加される。従前のバネットはキャブオーバースタイルで、全長に対して室内容積を大きくしていたが、NV200 バネットは日本国外の販売も想定し、操縦安定性、衝突安全性、快適性に優れるボンネットスタイルで開発した。 FF レイアウトの採用で、全席下部の空間を活用して3メートルの、長尺物を収納でき、同じ5ナンバーサイズのトヨタダウンエース、ライトエースに積載性能で劣らず、運転席周りの収納スペースは、S21 型バネットの2倍となった。16S 日本使用者の NV200 バネットはバンと、ワゴンが発売される。当初、バンは、デラックスと、GX が、ワゴンは、 16S が用意される3グレードであった。デラックスは2列5人乗り仕様、1列2人乗り仕様、1列2人乗りのルート版タイプが設定される。ワゴンの 16S は3列7人乗りでミニバンの要素を備え、2列目と3列目シートは折りたたんでラゲッジスペースとすることもできる。VX ワゴンは2010年10月にラインナップを刷新し、 従来設定されていた 16S は内装をフルトリム化するとともにカップホルダーや小物入れを2列目3列目にも追加フロントフォグランプを標準装備化してグレード名を 16X-3R に変更するとともに同仕様の2列シート車 16X-2R を新たに設定した 16X-2R ではワゴンでは 標準装備であった CD プレイヤーをオーディオレス仕様に変更されている。バンについても同年12月にデラックスと GX の中間グレードである VX が追加された。VX は GX からシルバー色インサイドフロントドアハンドルフィニッシャー、フロントシート上下調節式、ヘッドレスト、助手席シートスライド、ラゲッジフロアカーペット、 左側はラゲッチサイドボックスが省かれ、ドアミラーは電動リモコンから可動式に、シート値はエンボストリコットからトリコットに、フロントシートはローバックシートからハイバックシートにそれぞれ変更される。2014年4月に追加されたプレミアム GX は、バン、GX の装備内容に加え、専用カラードフロントバンパー、ハロゲンフォグランプ、プライバシーガラス、 両側スライドサイドウィンドウ、インテリジェントキーエンジンイモビライザー、専用フロントグリル、専用フードトップモール、プレミアム GX ロゴの専用エンブレムが追加で装備される。11月にワゴンにも設定され、プレミアム GX-2R、プレミアム GX-3R として追加。バンとは特別装備内容が一部異なり、ハロゲンホグランプがベース車に、 標準装備となり、ステアリングは専用本革巻きステアリングにグレードアップされる。2018年1月に追加されたンの 4WD 車は 2WD 車と一部装備内容が異なり、タイヤが前後輪ともに175、80R1499、98NLT に変更され、スペアタイヤに代わりタイヤ応急修理キットが装備され、ジャッキは ディーラーオプション設定となり、2W 電車ではメーカーオプションの大型バッテリー、ヒーター付けドアミラー、5人乗り仕様のみ、リアヒーターダクト、寒冷地、使用クーラントの寒冷地仕様が標準装備となる。デラックスはメーカーオプション設定の全席パワーウィンドウと加湿天井トリムが標準装備となり、ドアミラーが電動リモコンにグレードアップされる。バン VX、GX、プレミアム GX、ワゴンは、カラードバンパーとフルホイールカバーを装備し、バン、プレミアム GX とワゴンは MT および4、WD が用意されない。タクシー2010年12月22日に、日本で車椅子に対応した NV200 バネットタクシーを発売し、日本車で初めて国土交通省が定める。 ユニバーサルデザインタクシーの設定要件を満たした車種に認定される。イエローキャブ使用者と同様のタクシー使用者 NV200 タクシーを2015年6月に日本で発売すると2014年11月26日に発表した。NV200 タクシーはオートスライドドアやステップランプを内蔵した電動式スライドステップを装備し座席は 角度調整機能負の新シートをリアサスペンションは構造を変更して2枚リーフスプリングをそれぞれ採用しパノラミックルーフや直流 12V の電源ソケットを装備したフロントグリルは NV200 バネットと異なり NV350 キャラバンなどにも採用されている V モーショングリルを採用しイエローキャブ使用者と異なりメッキグリルとなるボディカラーはスーパーブラックホワイト ブリリアントシルバーメタリックに特装色のイエローを加えた4色を設定する。価格はセダンタイプのタクシーと同等に設定しており、ガソリン車の他にガソリンと LPG の両方を自動、または手動で切り替えて走行可能な LPG バイフューエル車が設定され、LPG タンクの容量を73リットルに拡大した。既存の NV200 バネットタクシーは、 ユニバーサルデザイン使用者として継続販売されており NV200 タクシーの販売開始に合わせて2015年6月にフロントグリルのデザイン変更と特装色イエローを追加する仕様変更を行って NV200 タクシーユニバーサルデザインに改名しバネットのサブネームが外れ NV200 タクシーのバリエーションモデルに移行した車体形状が それまでのセダンタイプからミニバンタイプに大きく変わったことから、タクシー会社では同社の導入に際し、料金は通常のタクシーと同じですという告知を行っており、一部の会社では自動車本体に掲示している。北米市場において NV200 タクシーとして販売されていたが、2019年モデルを最後に生産、販売が終了した。 また、ニューヨーク市においては独占供給が予定されていたものの2点3点し、独占供給契約は破棄されており、現在は市の指定する車両の一部に止まっている。日本向けについても2021年3月に生産が終了し、以降のタクシー使用者はセレナ及びノートにて対応となる。マルチベッドはワゴンの2列シート車 16X-2R を ベースに、車中泊に対応するため収納式、ベッドシステムを備えた仕様である。二列目シートを倒して、付属のベッドボードを設置し、後部のベッド部分を下すことで、大人二人まで対応する、ベッドスペースが出現する。合わせて装備された、フロアパネルには撥水性に優れたロンリウム針が採用されており、ベッド下には収納スペースも確保されている。 後部のベッド部分は左右跳ね上げ式、ベッドボードは二分割構造となっており、跳ね上げたベッドの左右の後ろ側にベッドボードを収納することで、通常のワゴンと同じように大きな荷物の積載が可能となる。メーカーオプションとしてテーブルが設定されている。設定した場合、納車時に梱包された状態で積載されているので、ユーザー自身で取り付ける必要がある。また、 走行時の使用は不可となる。2020年1月の一部使用工場ではボディカラーで通常のワゴンのラインナップに加えマルチベッドワゴン専用設定となるパステル調にトーンカラーの2トーン車体色が新たに設定されブルー系とイエロー系の2種類が設定された。2トーン車体色ではベッドシステムとフロアパネルをボディカラー連動の に当社専用色に設定することも可能である。ワークユースビークルは、バンのデラックスルートバン及およびデラックスをベースに用途に合わせた仕様に変更した商用特装車で以下の4種類をラインナップする。欧州仕様車儀や欧州仕様車については2009年秋に日本仕様の2人乗りルートバンに相当するモデルがバンとして そして常用及び過客兼用の5人乗りあるいは7人乗りモデルがコンビとして発売された。欧州向け独自の仕様として万全車とコンビの一部グレードのバックドアが観音開きとなり、セカンドシートの6、4分割格納が可能で利便性が向上している。日本国内市向けは生産地などの事情からシートバックは分割加藤だが格納は一体式である。 2011年1月以降、ドイツ及びスイスを皮切りに、順次を7人乗りの乗用モデル、イベイリアも追加される。ENV200 写真は、ジュネーブモーターショー NV200 バネットをベースにした、電気自動車として ENV200 がある。日産がグローバル展開する量販 EV はリーフに次いで2社、種目。NV200 ニューヨークタクシー使用ニューヨーク市で、 イエローキャブと呼ばれるニューヨークタクシーの次世代標準車種に2011年5月3日に選出された。16車種を使用する13,237台を2013年から2018年までに順次 NV200 と入れ替え、契約規模は10年間で約10億ドルを見込んでいたがが、2014年の実績で実現は不透明であった。2018年、 ドライバーから多数の不評な意見が寄せられたほか、ウーバーやリフト等の配車サービスの台頭による環境の変化などの要因が重なり、独占供給が見直され、新たに約30車種が採用されることとなった。また、2019年には北米での NV200 タクシーの生産、販売を終えている。本節はガソリン車の NV200 バネットや NV200 タクシーの 年譜を記す。電気自動車の ENV200 は、日産 ENV200 を参照。N イコールニュージェネレーション、V イコールビヒクル200は、車格の車両総重量 2000kg クラスを意味する。バネットのサブネームは、同社の商用車、バネットに由来する。NV は、後のシリーズ展開により、日産の番の意も加えている。2010年2011年。 ありがとうございます。